足部何年ぶりぐらいですか？何年ぶりやろ、3、4年ぶりぐらいと。コーリングかな。ああ、コーリング、東京コーリング。そうです、今日のブッカーさんもコーリングで見てって感じだった。バチバチの、はい、元気と携帯古いね。バチバチの笑顔でせめて飛んでやったら12ぐらいに。なんで10円？さっき割っちゃったんです。知らんがな。変わってください。変わってください。変わってください。皆様お疲れ様です。いきなり始める。どうですか、いきなり撮る。俺もいきなり始める。リハーサル終えて、終わったよ。寒いと思う。リハーサルが折れたね。いきなりすぎてびっくりした。もう使えへんから。ピーですよ。使えへんからもう。飯行きましょう。作詞作曲。さすれば耐えられん。いいやつ書くぞ。そう、汗かいてやる。お願いします。
こんな時代にも時期にもかかわらずにこんなに人が集まって、ライブができるっていうのはやっぱり思うことがたくさんあるからでしょうね。上の生活じゃ吐き出せないこととかたくさんあるからなんやろなと思います。今日はいっぱいいっぱい思いに思って、泣いたら泣いたらええし、悲しんだら悲しんだらええよ。でも最後笑って帰りましょうね。思い直しました。だって会いたい人に会いたいもん、好きな人に好きって言いたいもん、嫌いな人に嫌いっていうのはなかなか勇気がいるけど、まあ言わんでよかったりもするけど、俺はそれ以上に愛を伝えたり、ありがとうを伝えたり、戦争反対って言ったり、世界平和って言ったり、そういうことを歌っていきたいな。やっぱロックやもんな、こじんまりやしちゃったらあかんなって思いました。わざわざ500キロ超えてちっちゃいことを歌いに来たわけじゃありません。あなたとこれから音楽と一緒に、俺らの音楽と一緒に過ごしてくれたらええなと思う気持ちで来ました。よかったら好きになってくれ。こびる気持ちはないけど、2曲歌って帰ります。今日はどうもありがとうございました。ヘッドラムでした。会いたい人に会えた、それだけで十分。Come on.
ニコさん、お久しぶりです。今日の感想100文字です。100文字でちょっと数えてもいい？白石が。これから始まる。今から帰りです。白石がね、今日はあの6時間もね、一人で運転しちゃったので、帰り2人で運転しますが、頑張ります。オールもやるんですか？半分じゃやってる。じゃあ、うん、5分の1 どうまんねん、どうまんねん。どうでした今日は？楽しかった。アシベ久しぶりでした。楽しかった。他にも楽しかった。最高。ライブハウス好き。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ無事に帰ってください。無事に帰ってください。何かありますか？お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあまた東京で待ってます。まだ今のこれ初めてすぎてわからん。お疲れした。お疲れした。気をつけて。お気をつけて。また。